カジノといえばバニーさんでお仕事なメメリスちゃん RPG 制作進捗、始まるよ。ということで今回は、私たちが制作している同人ゲームの制作進捗をご報告します。概要欄のリンクから CG のラフや無料体験版も配布してるからチェックしてね。さて、まず今週の制作で実装できたのがコスプレ衣装、バニー服での回想シーンだよ。視聴者アニキたちはバニー服は好きかな？僕は好きです。うさぎさん、ぴょんぴょーん。コスプレショップにてバニー服を購入すると、カジノでお仕事を選択することが可能になります。1に仕事、2に仕事、3しも仕事で5も仕事よ。むむむ。選択肢が2つも、当然選ぶのは、こっちだ。こんな感じに健全プレイヤーに向けに、普通に働いてお賃金を稼げるようにしたよ。せっかくなので可愛いデフォルメをナイツキさんにお願いして制作してもらいました。他にもバイトやボクちゃんたちの日常をちらっと見えるイラストがあるよ。いやー相変わらずボクちゃんは健全だな。3時間で3000円。バニー回想シーンを選ぶ際は、メメリスちゃんはインマルドが20以上、私は50以上必要です。基地的にはカジノビップ会員様へのご奉仕で、私が結構ノリノリ、メメリスちゃんはしぶしぶといった具合です。あらめおら！インマルドの差で反応に差を出すの。よくない？ちなみにこの回想シーンの CG は花騎士で活躍してる反村洋次先生だよ。メメリスちゃん RPG の中でも特に一押しな出来に仕上げてもらえたのでお楽しみに。抜かせてもらいます。それと前回、井戸で水を飲んで回復できるようにしたって紹介したら、動画のコメントや支援サイトのコメントでたくさんのお憔悴しちゅありますよね、という、変態不審者さんのコメントをたくさんいただきました。ということでおもらし回想を実装することにしたよ。感謝しな。当然僕とティーナちゃん、それぞれちゃんと用意するつもりだよ。お願いする絵師さんは、おもらし界隈では有名ななるみやさんにお願いしたよ。年中おもらし絵を描いてる人だ。面構えが違う。ただ、おもらしの細かい支柱を少し悩んでるのでそのあたり何か意見くださいな。なんやかんやでメメリスちゃん RPG も制作から一年が経過したよ。いつも応援してくれてる兄貴たちありがとね。支援のフォロワーさんも1万8000人を超えてこちらも頑張らねば。不作法というもの。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、チャンネル登録もよろしく。では、サラダバー。